半から地域大歴史会見を始めます。はじめに知事から発表ご事項がございます。新しい福島県オリジナル柿品種の名称について発表をいたします。県農業総合センターが開発をいたしました新しい林道の品種を天の川、カラーの新品種をハニカミ、ミルキームーン、キビタンイエロー、このように決定をいたしました。県内外の皆さんからご応募いただいた1778点の候補の中から夏季卸業者や生産組合の皆さんなどのご意見も伺いながら品種の特徴を表現した名称を選定いたしました。天の川は青紫色の花弁に星のような斑点が入り、お墓参りなどの仏事の用途に加えて花束やフラワーアレンジメントにも向く品種です。ハニカミは白地にうっすらと桃色が入り、頬を赤くしてはにかんだような外観が特徴で、カジュアルフラワーに向く品種です。ミルキームーンはクリーム色で大きく開き、家庭用から婚礼、贈答用まで幅広い用途に向く品種です。キビタンイエローはキビタンと同じ鮮やかな黄色が特徴で、高級路線として本来贈答用に向く大輪の品種です。今後も関係する皆さんと連携をしながら夏季の生産振興や販売促進活動に取り組んでまいります。それではただいまの発表事項も含めてご質問を受けいたします。ご質問のある方は挙手の上社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。ご質問ございますか。じゃあ一番前 NHK ですNHK さんです、はい、今のお花の名前に関してなんですけれども、はい、だいぶ特徴的な名前もいくつかありますけれども、知事のこうそれぞれの印象というか、はい、名前のこうインパクトみたいなことをお伺いさせてください、はい、天の川はまさに夜空にきれいにこうかかる橋のようですよね。やはり皆さんの心、特にこう林道が使われる場面、仏事等ももともと多いんですが、やはり空に思いを馳せるということが一つメッセージとして入っているかと思います。ハニカミ、おそらくお花の名前としては珍しい付け方だと思うんですが、お花を見ていただきますと、ハニカミ出るかな、非常にですね、可愛い表情で、すごくこう本当にこうちょっと頬がポッと赤くなっているような、そんな印象があります。またミルキームーンは非常にクリーム色が特徴的なんですが、柔らかで優しい印象があります。そしてキビタンイエロー、福島のマスコットキャラクターキビタン、県民の皆さん、また結構全国の方でもですね、キビタンの存在知っている方いるんですが、この鮮やかな黄色がキビタンそっくりということで、このキビタンイエローもこれまでにないタイプの名前なんですが、特徴的だと思います。今回農業総合センターが品種改良長年かけてやってきて、そしてこの新しいお花の品種を作る、でまたこういったもの被災地でもゆくゆく栽培も可能かと思いますが、やはり風評払拭をする、あるいは今年オリンピック・パラリンピックにおいてビクトリーブーケ、あるいは彩りのために使われる福島のお花ありますが、お花という形でこれから次の10年やはり福島県頑張ってるよ、被災地からつぼみから大きな花を開かせようとしているんだ、こんなメッセージが全国に新しい名前とともに届けば嬉しいと考えています。ありがとうございます。その他はございますでしょうか。では一番後ろ、福島民友民友新聞水野と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと話題変わるんですが、はい、新型コロナに関してなんですが、
知事はですね、3月31日まで重点対策期間ということで今取り組んでらっしゃると思うんですが、病床使用率も徐々に今日上がる中で、その4月以降の対応、今の段階でなかなか難しいとは思うんですけれども、4月以降の対応について今何か検討していることがあれば教えてください。まずこの病床占有率についてお話をさせてください。1月13日からの新型コロナウイルス緊急対策開始後、改善傾向にあったこの病床利用率ですが、先月中旬以降、医療機関や高齢者施設等でクラスターが相次いで発生したことによって上昇に転じ、今日時点で 50.1% となりました。これはステージ4の水準ということになります。これまで最も占有率が高かったのは1月15日の 66.5% であります。県内各地で感染が確認をされて急上昇した年末年始の感染拡大時とは異なり、今回の上昇は病院で発生をした100人を超える、現在150人を超えておりますが、この大規模クラスター等が要因となっています。このためまずは郡山市や関係機関と連携をし、この病院クラスターを早急に収束をさせることに全力で取り組んでまいります。合わせて医療機関や高齢者施設等に対して注意喚起を繰り返し何度も何度も行っていくとともに、県民の皆さんにおいては飲食や会食による別の新しいクラスターが発生することがないよう、これからも気を緩めることなく感染防止対策に取り組んでいただきたいと思います。でまた今月末で重点対策の期間一旦一つの目安ということになっておりますが、率直に言いまして現時点の状況では重点対策のポイントは特に医療機関ですとか高齢者施設ですとかクラスターが発生しやすいところをターゲットにしています。こういった意味での重点対策は少なくとも現状を見ますと今月末でそのまま終了という状況ではなく、むしろ4月以降も継続してこういった注意喚起をしていかなければいけないというのが現状の率直な思いであります。ただこの取り扱いについては今後また感染状況、入院状況、あとこの年度末、今月末に向けた諸状の状況を考えながら考えてまいりますので、現時点で確定しているわけではありませんが、やはり今日段階でそこまで言わなければいけないぐらい病床使用率も含めて厳しい状況に福島県があると考えております。その他はございますでしょうか。では前から見えます朝日新聞さん。朝日新聞の新井と言います。おはようございます。おはようございます。ちょっとまた話題変わるんですが、先日国連の科学委員会が被爆甲状腺について被爆の影響が少ないと、今後増える可能性も少ないのではないかというような報告書をまとめて公表されました。で福島県も県民健康調査の一環で甲状腺検査を続けておりますけれども、それへの改めての見直しとかですね、その指摘を受けての判断の変更みたいなものはあり得るでしょうか。アンスケア原子放射線の影響に関する国連科学委員会が2020年版の報告書において、東京電力福島第一原発事故の放射線に関連した将来的な健康影響が認められる可能性は低いと指摘をされました。2013年に出された報告書における主な知見と今回出された結論はおおむね変わらないものであります。また県の甲状腺検査評価部会の甲状腺検査に関する取りまとめ内容と同様の考え方であると受け止めております。県として県民の健康を守るため今後とも県民健康調査に取り組んでまいります。また甲状腺検査につきましては県民健康調査検討委員会においてそのあり方の議論が行われているところであります。検討委員会での議論を踏まえ今後の方向性を検討してまいります。その他はございますでしょうか。
福島民放佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、またコロナに戻ってしまうんですけれども、はい、今ほど知事今日段階で病床使用率 50% を超えたということをお話しされましたけれども、現在 の, その県内のステージの認識についてはいかがでしょうか。はい、福島県における指標は病床全体の占有率が 50.1% とステージ4の目安に達しています。また病床のうち重症者用病床の占有率がステージ3の目安を超えています。一方で残り5つの指標についてはまだステージ3の目安には至っておりません。このような状況を踏まえて福島県は現在もステージ2相当であると判断をしております。一方で最近の傾向として感染者の約5割が病院や高齢者施設で発生したクラスターの関係者であるものの、クラスター以外での感染の広がりも懸念される状況になっています。仮に飲食や会食等によって今回の病院・高齢者施設とは関連のない新たなクラスターが発生した場合、年末年始の際を超えるような爆発的な感染拡大につながる恐れもあります。これから昨年の第一波が訪れた年度末、年度始めの時期を迎えます。県民の皆さん、事業者の皆さんに対しては今後も引き続き気を緩めることなく感染防止対策の徹底を図っていただくよう県として粘り強くお願いをしてまいります。その他はございますでしょうか。では一番後ろ、共同通信、共同通信の武田です。はい、甲状腺検査の関連でお伺いしたいんですけれども、はい、小泉環境省がアースケアの結果を踏まえて受験したくない子どもがスムーズにそうやって回避できるような仕組みを環境省の中で検討を始めたということを、会見で発表されまして、あくまで検査の実施主体は県であると思いますが、国がこのような検討を始めることについて県としてどのように受け止めているか教えていただきたいです。県民健康調査、甲状腺検査、こういった検査のあり方というものはこれまでの日本に例のない取り組みであります。このような過酷な原発事故を受けてどういった形で検査を行うことが県民の皆さんの健康を守ることにつながるのかということについて常にさまざまな議論、協議を深めながらこの10年間取り組んでまいりました。そしてこの10年間行ってきた中で確実に医学的な知見が集積をしてきていて、それを前提にして各年各年今後どう対応するかという議論を県の委員会においても深めているところであります。また今回アンスケアにおいて、また世界でもさまざまな原子力発電所等々の事故ありますが、そういった知見との比較も踏まえて一定の報告がなされました。こういったものを含めて国としてやはりこういうさまざまな議論を重ねていただくことは重要だと思います。またそういった知見もいただきながら、県も専門家それぞれの立場の方が参画をして、これまでの10年間の蓄積がありますので、お互いにそういったものをきちっと情報を共有しながら、どういった形が子どもたちにとって、あるいは県民の皆さんの健康にとってより良いのかということを模索をしていきたいと思います。その他はございますでは、まだまだ一番前、福島中央テレビさん。福島中央テレビの岡です。よろしくお願いします。はい、お願いします。話題変わるんですけども、はい、伊達市道の内地区に建設が、はい、予定されている4モール北福島についてなんですけども、市の方で地区計画が作成されて、地権者による組合が県から認可されましたけども、施設者から出店の届けがまだ出てない中で現地は難しいのかもしれませんけども、こうした大型商業施設の出店と県の目指す町づくりの兼ね合いについては今どのようにお考えでしょうか。はい、伊達市道の内地区土地区画整理組合の設立認可については先月申請を受理をして今月2日に認可をしたところであります。今後事業計画の認可申請がなされれば適切に対応してまいります。またお尋ねがありましたまちづくりとの関係でありますが、県としては商業まちづくり推進条例および基本方針に基づいて
関係市町村の意見も丁寧に伺いながら適切に対応してまいります。その他はございますでしょうか。はい、関谷さん。各新報の関川です、はい、コロナのステージの認識について伺いますけれども、はい、先ほどステージ2だというお話でしたけれども、まあ、以前知事最も重視するのは病床使用率であると、はい、おっしゃってましたけれども、それを見ると、まあ、ステージ4を超えているというのはかなり高いんじゃないかなと思います、まあ、病床使用率もステージ3、重症者向けもステージ3であれば、まあ、ステージの引き上げっていうのを考えてもいいんじゃないかなと思うんですが、ステージ2にとどめ置いている理由を伺うのと、それから、ステージ2であるという一方で、その飲食会食でのクラスターは起こさないでというふうにして、まあ、飲食会食、まあ、飲食業界に対してはですね、依然としてその、まあ締め付けっていうとあれですけれども、要請している状況にあります。まあ、飲食は今補助金等も一切ない状態で、一方的なその飲食気をつけてっていうお願いだけがされている状況で、業界の方は非常に苦しい状況だと思いますけれども、そこについては何らケアをすることがないのかということを伺います。はい、まず前半の方のご質問です。ステージの認識でありますが、今このステージを判断するにあたってステージ3、ステージ4については6つの指標が国から示されています。先ほどお話した通り、病床の圧迫率の関係でありますが、その指標がステージ4、あるいは重症者についての個別の指標でありますがステージ3ということであります。残りの指標5つはすべてステージ2以下ということでありますので、総合的にステージの判断を検討することが知事の権限として求められておりますので、今の状況はやはりステージ2相当と言えるかと思います。また以前ですね、ステージ3、ステージ4を超えるということでステージ3相当ということで緊急対策を県民の皆さん、事業者の皆さんにお願いしておりますが、あの時はやはりかなり市中感染的な飲食、会食によって発生し、それがまた家庭内、知人間で広がってという状況でありました。今感染経路不明の率が低く、まさに病院であったり高齢者施設の中での広がり、あとその方がまたご家庭に行っての家庭の中での広がりということで、ギリギリある程度とどまっておりますので、1月の段階とはやはり異なるかなと受け止めております。そういったものを全体として勘案してステージ2相当ということで判断をしているところであります。また飲食会食についてでありますが、先ほど感染防止対策を徹底していただきたいとお話をしました。これはまさに今なくなってしまいましたが、新しい生活様式、これをぜひ守ってくださいということをお願いをしております。したがって今飲食会食に行くことをすべてやめてくれということを言ったり、あるいは時間短縮をお願いしている状況ではありません。したがってやはり1月段階の緊急対策を講じたときと現時点ではそういった取り扱いも異なっておりまして、今重点対策も特にお願いしているのは病院、医療機関であったり、あるいは高齢者施設、こういったところに我々まさに重点的に対応を講じているところですので、こういった措置を講じているところでございます。よろしいですか。あと1点追加で、はい、あと10日ぐらいで聖火リレーありますけれど、予定されてますけれども、聖火リレー来るときにステージ3以上だとカッコつかないので、ステージ2に抑えるということはないですよねという確認を。はい、そのようなことは考えておりません。よろしいですか。では初回2列目、毎日新聞さん。毎日新聞の高橋と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日3月11日を迎えて、11年目のですね、日々が始まったかなと思うんですけれども、はい、やっぱりその前後の取材の中でやっぱりたくさん耳にしたのがですね、被災者の方々やっぱり10年を超えると予算を削られて私たちの受けている支援がいつまで続くんだろうかっていう不安の声ですね、例年あることですが、やっぱ今年は特に多かったっていうようなこともやっぱり伺ったりはしています。
それでやっぱり例えば子ども被災者支援法でも対象地域の見直しっていうのはいずれあるということは法律にも明記されてますし、やっぱり特措法もですね、特措法であっていつまでも続くものではないという認識もやっぱり必要なのかなとも思ってるんですが、特に特措法のですね、続く時期について、最低限このぐらいまでは続くべきなんじゃないかとかですね、そういったの知事の意見であったり、あるいはその国と方向共有できている方向性などあれば、教えてください。はい、まず中長期にわたる財源の確保のあり方でありますが、これまで最初の5年間集中復興期間、あと第1期復興創生期間の5年間、このトータル10年間において福島県として復興に必要な所要の財源を国に対して幾度も粘り強く求め、結果として必要な額をしっかり措置していただいたものと考えております。また第2期復興創生期間に移行する際、この時復興庁の存続論もそもそもあったんですが、我々から組織、制度、財源を国が責任を持って対応するよう幾度も協議を重ね、結果としてこれについても十分な措置が現時点においてなされていると考えております。 1. 数兆円ということで今整理をされておりますが、これも必要な金額、特に今後出てくるような新たな財政需要についてはまた別途国との協議をした上で措置をしていただくということも含めて一定の整理がなされています。したがって福島県は広域自治体として各市町村とも丁寧に相談をしながら、次の5年間、またその次の5年間ということでまた継続していくと思いますが、常に政府サイドとしっかり議論をして、福島復興再生特別措置法、あるいは基本方針等の理念に基づいて福島の復興に必要な額をしっかり確保していく、これが広域自治体のあるいは知事としての責務だと考えております。また特に本県の場合は自然災害からの復旧にとどまることなく、原子力災害も含めた複合災害との戦いが長く続きます。現時点において残念ですが、いつまでということを明言することは難しいかと思いますが、やはり東京電力福島第一原発の廃炉には30年から40年のスパンがかかると言われています。あるいは今帰還困難区域県内の約 2.4% のエリア残っていますが、その方向性についても明確ではありません。また中間貯蔵施設についても30年以内県外最終処分ということになっておりますが、そのロードマップはまだこれからという段階であります。したがって政府においてはすでに幾度も明示をしていただいていますが、福島県が原子力災害を含む複合災害からの復興に最後の最後まで責任を持ってしっかり対応していただくこと、これを福島県として強く求め実行していただきたいと考えております。それでは予定の時間の方を過ぎておりますので、以上で定例会見終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。